어그레시브에대한어그레시브하고그리고펀치파워가되게좋은스타일이고그리고그라운드도블랙벨트로알고있어서모든곳에이제다신경을분주세워서좀싸워야되고되게전적도많고경험도많은좋은타이프라고생각합니다Meu nome é Gustavo Showman. Eu estou saindo do Brasil em busca do meu sonho. Eu estou indo até o Japão disputar o cinturão do Gladiator. Eu estou mais do que preparado, eu estou treinando muito e eu vou trazer essa vitória para o Brasil. Eu vou vencer essa luta. 일단 하던 대로 싸울 거고요. 그 저는 막 그렇게 크게 생각하지 않아요. 누가 먼저 쓰러지냐, 누가 죽냐, 내가 죽냐, 이런 식으로 좀 싸울 생각이나요.화력이좋은선수로알고있는데제가화력이좋다는걸좀이분들에게좀보여주고싶습니다시작이되었을때오자키오미선수의챔피언십을가고자합니다チャンピオン戦の表でございます。ただより第10試合グラジエーターライト級タイトルマッチ5分3ラウンドを行います。青コーナー挑戦者、ブラジリアン大将軍、グスタボ・ショーマン・ウーリッツ。赤コーナー、グラジエーター、ライト級王者、コリアンゾンビ、MMA 所属、キープ・ウォンビー。ジャッジズグラ田中カノレフリー島村グラジエーターライト級 70.3 キロリミットのタイトルマッチ5分3ラウンドです。左側グリーンのスパッツキーウォンビン第3代王者初防衛戦2019年7月ビトートファネリオ王座決定戦で下し5連勝で退官しています。対してはグスタボ・ショーマン・ウーリッツァーがやってまいりました。MMA53 戦16位一本勝ちがあるウーリッツァー2019年にはベラトール出場ハイム・ゴザリやブアル・ケラモフとの対戦もあります。その後タイタン FC ブラジル AFT と渡り昨年グラジエーター9月井上啓太を2ラウンド KO インパクト十分の逆転勝ち挑戦権をゲットしています。その時は左フック一撃でした。さあ長男亮さんここはキーウォンビン中心でミドルキック長いリーチこうして見せてきてますね。ウォンビン選手は圧力をかけて上を取って攻撃するんですよね、はい。まあ、今回3ヶ月あっての戦いとなります。ワンツーのパンチ、まあ、左フックは危ないですね、そうですね。ちょっと左は引っ掛けるようなパンチがありました。ウーリッツァ大きく拳を振るってくるキーウォンビン。キーウォンビンはカーフキック。まあ、昨年6月はロードトゥ UFC2022 ライト級トーナメント出場、まあ、柏村陣之助選手には勝ちましたがジェカ・サラギには敗れているキーウォンビンです。そこからの再起戦ローキックコンパスで探ります。サウスポースタイルがウーリッツァー、まあ、終始キーウォンビンが中心圧力かけてますね。そうですね、ミドルキックにはパンチウリッツァーが放ってきます、
ハーフキック一発、ちょっと足が流れました。ウリッツァ選手決してフォームが綺麗じゃないんですけれども、当て感がすごいあるので、はい、ちょっとタイミングが読みづらいですよね。あ、そうですか、はい。まあ、今関節蹴りもありますが、それに対して正確にミドルキック基本蹴りとかの逃げ方も結構強引なんですよ。急に下がっていったりするんですけど、はい、逆に急に飛び出してきたりするので、はい、なかなかこの基本から外れたような打ち方をしてくるんですね。逃げ方もだいぶ判断しづらいんですよ ね、 そうですね。お互いこれ前蹴り三日月蹴りも対応しています。蹴るぞ蹴るぞというモーション、右で見せて左のキーウォンビン詰める、スーパーマンパンチ。このケージを蹴っての拳というのは得意としているのがウリッツァです。そこからの開始のフックで井上選手 KO してましたね。そうですね、距離感っていうのはどう見えてるんですか。うん、なんか飛び込むタイミングを、今行ったタックルへ、ウリッツァ選手は狙ってるんですけれども、はい、片足から両足探るギロンビンです。ギロチンを狙いってますね。あ、ウリッツァ体勢低いギロンビン、ここでギロチン浅いですね今のところ。まだ浅い、うん、抜けますね。今抜けたハーフガード、はい、右足抜けています。ここからウォンビン選手強いんですよ、はい、これ冒頭にお話、ただ上いるだけじゃなくてここで削っていくんで、はい、そうですね、はい。まあ、元々はキックボクシングのベースもありますキーウォンビン、チームデンジャー31歳180センチあります。対して175センチ、39歳、ブラジリアンタイのウーリッツァー、まあ、左足は両足でウーリッツァーが下から挟み込んでいますが、ゴツゴツッとパウンド、前腕部押し込む、まあ、これも首頸動脈のあたりからですね、上から圧力、今のホールドを剥ごうとしてるんですね。スペースを作ってそこで打撃を打ちたいので、はい、うん、あの前腕で剥がそうとしてますが、ウリッツァ選手はそこをホールディングで、はい、スペースを殺させないようにして、あ、抜いて足、うん、捉えてきます、うん、これ強いんですよ、ね、殴る。まあ、だいぶ上半身からウリッツァは好調してまいりました。まあ、打撃嫌がっています、うん、そうですね、で顔と顔を近づけてやっぱりスペースをなくすという、はい、うん、残り1分を切っています。ただこれだとポジション変えれないんですよね、このままだと、はい、うん、まあ、これも腰回り、これ食らいつくのみですね、うん、ダメージはなかなか、はい、与えにくい状態で曖昧よりもいきますね、うん、まあ、肘よりもちょっとこう前腕部、うん、骨の部分、そこからパウンドへ、ね、肘の方がこう短い距離で打てるので、そうですね、うん、これはどうだ、あと30秒あります。このままってことも考えられますね。まだ目は生きています。ウリッツァちょっと力なく変わってきた、顔を押してからまたキーウォンビンです。ウォンビン選手の圧力に戸惑ってる感じがありますよね、うん、まあ、戦ってみて実際想像以上、そうですね、全く動けてないので、はい、うん、まあ、今ガードの上から叩いてるんですけれども、これ殴り続けていいですか。まあ、いいと思いますね、はい、じゃあ次もある、うん、逆方向からも殴り続けた中で第1ラウンド終了です。いやー、ちょっと表情変わりましたね、ウリッツァ。そうですね、で、まあ、あのポジションをやっちゃダメだっていうのはちょっと分かったんじゃないですかね、はーはーはー、この1ラウンドで。あ、セコンドにはコリアンゾンビジョン・チャンソン選手、まあ、UFC ファイターですよね、まあ、日本での戦いというのも経験しています。いろいろなエッセンスこうやって注入しているんでしょうけれども、まあ、これは心強いでしょう。さあ、第1ラウンド長男さん、振り返っていただけますか。まあ、ウォンビン選手のラウンドですね、はい、まあ、良かったポイントたくさんあったと思いますね、まあ、テイクダウンというか、まあ、フロントチョークに行ったのを抜いて上取ったんですけれども、上取ってからもう一方的でしたね。まあ、ウーリッツァーを上から圧力でこう押しつぶさんとしていた、まあ、僧帽筋もすごいですよね、こうやって見ていると。フィジカルがすごい強いんですよね、さあ第2ラウンドです。ライト級王者がキーウォンビン、グリーンのスパッツ、オーソドックススタイル、まあ、オーソドックス対オーソドックスとなっています。
ショーマン・ウーリッツァー、こうしてケージを背にする体勢に近くなっています。お互い左をリードジャブ、カーフキックには右、飛び込みざまというウーリッツァー、もう一発ワン・ツー・スリー。でも下がり際ですね、これキーウォンビンの方もパンチを返しています。カーフキック一発、左ツーンと当てる、パンチを見せて組みつき、左フック、ウーリッツァーです。ちょっと効きましたね、今。まあ、お互い大きいパンチあります。でもその中でも左はコンパクトでしたね。今ウーリッツァーの左はちょっと良かった。ああ、尻もついた。これは痛い。ダメですね。チャンスになりましたね、キーウォンビン。ちょっとスタンドがいい感じだったんですけど、これは本当にウォンビン選手が取りたいポジションに自ら行っちゃってるんですね。そうですね。今この足関節なんですけども、これ柏村選手が必死にこれをやったんですけど、しのがれて殴られるというパターンがあったので、ちょっとそれの光景がダブりますね。今ロックして防いだんで、ここでまた肘がきます。ありますね、左エルボー。もうこれガードも関係ありませんね。上から殴って、まあ、こうひるませてっていうこともあるような1分半です。さらにチョークもこう餌のように巻いて、その次の攻撃、まあ圧力強いですね。そうですね、だからハーフでいいんですよね、はい、その方がオンビン選手にとってはしっかり打てるんで、はい、体を固定して、まあ、これだけのパウンドがあればという形なんですが、あとはそのウーリッツァーのガードですよね、この手でのガード。今オーバーフックで腕を防いでる状態なんですけども、はい、まあ、ここから柔術技で本当は回したりしたいところなんですが、多分この圧力には多分それが通用しないのかなっていう感じしますね。今若干腕も抜けそうになってます。でそれ抜けると殴られます。殴ってくる、はい、うん、下からこの足、抑えてますね、冷静です。まあ、一つ一つ、まあ、こう相手の動きのちょっと先を行くというキーウォンビン、動きが見えてきます。正対しました。まあ、これもハーフでいいということ、ほぼマウントなんですけれども、足が残っててマウントなんですけれども、はい、まあ、あんまりあれ意味ないんですね。殴りたいだけなんで、あのグラップリングやってるわけではないので、はい、そうですね、まあ、で腕を押さえながら、はい、腕を殺し、片腕を殺してパンチを打ってますね、はい、うん、左はエルボーで、右は拳の剣をしっかり当てる、パンチとエルボーを使い分けですね、ですね、短い位置だったりしたらエルボーを使って、はい、パンチが触れるところはパンチでいくっていう、まあ、本当に選択肢豊かですよね、基本便。いや、2つだけですよ、パンチとエルボーですよ。まあ、やるべきことってことになりますか。腰を浮かせた、だパウンドアウトを、ね、目指す選手なんですね、どちらかというと、練習するというよりも、エルボーも強い、うん、まあ、なんとか両腕で顔面カバーしています。鉄つい一つあったウーリッツァー、うん、下からパンチ振っても本当重力的に上の方が有利なんです、あのフィジカルですからね。そうですね、まあ、全て歯車、もうこれ、噛み合ってるんですね。ガードの上からガンガン落としてますが、まあ、これ流れ玉で側頭部に当たってるんですよ、もうどんどん削られてますね。まあ、出血などはありませんけれども、もうこれ厳しいですね、だいぶダメージが、さらに殴る、ちょっと終わりそうですね、そうですね、あと1分あります、1分ある、ちょっと返す刀がないというウーリッツァー、まあ、キーウォンビンも決められる時に殴って決めたい、まだ相手も何があるかスタンドに移ってからだと分かりません。そうですね、こうして叩き潰そうという肘、まあ、少し擦るような肘もありました。いやでも時間は過ぎていきます。残り時間30秒、顔面まぐりな、これ守りながらちょっとこう潜るような体勢のウーリッツァーです。いや耐えきれるかっていうタイミングですね。ブロッキングでもしのいでますね、まあ、ブロッキングだけでも何もできてない状態なので、はいはい、まあ、となればボディへの攻撃も織り交ぜてです。キーウォンビンあと10秒、ガードに戻るところのパンチが落ちてますね、はい、これも右左、今度は左、エビリー割って入りました。グスタゴ・ショーマン・ウリッツァー何もできない状態です。叩き潰しましたね、キーウォンビンです。さあ最後は相手を気遣っ
かって礼を尽くす2人です。第3代グラジエーターライト級チャンピオン初防衛に成功。ラウンド4分58秒です。残り2秒というところで殴り勝ち、エルボーを抑えました。まあその2つをやり終わせたってことですよね。これがもう得意パターンなので、はい、キヨンビン、まあ、今ホッとしたような表情も見せています。どうですか、ほぼ完封勝利と。完封ですね、はい、はい。まあ、これ花道をやってきた時の覇気ある表情からウリッツァーは変わり果てて、またその花道に戻っています。左フックぐらいだったんですかね、ウリッツァー選手が良かった点は。その後スタンドで行くのかなと思ったら、滑って転んでしまってたんで、あれはもう、そうですね、それもリカバーできてなかったので、またその後もすぐ立つでもなかったんですよ。 そうね、そういうのがなかったので、またまあ、だからウォンビー選手にとってはイランドはちょっとラッキーだったんですよね、はい、テイクダウン取んなくてもよかったんで。確かにそうですね、まあ、そういう流れもでも逃さずにきっちりとフィニッシュにつなげてきました、キンウォンビンです。グラジエーターは3年半ぶりの登場でした。でまあ、ロードトゥ UFC2022 ライト級トーナメント準決勝で1ラウンド KO を破れて、そこからの再起戦、まあ、馴染みのケイジにこうやって戻ってきて勝利したという図式です。でも外国人ファイター同士の対戦というのも本当に今後もグラジエーターの方針でいくと増えるということになってきます。これ面白いですよね。そうですね、国際戦見れるのはいいんですが、やっぱり日本人がやっぱチャンピオンになってほしいですね。なんで、はい、まあ、ウォンビン選手みたいな腰重い選手がやっぱり打撃で対抗できる選手が出てきてほしいですね、はい、そうですね、はい、おそらくタックルヒットのディフェンスは相当強いんで。ありがとうございます。Sorry, I don't speak. 님께 한마디를 좀 하고 싶었어요. 그 슈토 챔피언, or deep 챔피언, or heat 챔피언, share the challenge. Yeah. Please. Yeah. 네. 다른 챔피언들과 한번 도전을 해보고 싶어가지고 한번 요청해봤습니다. 더 열심히 정진해서 올라가겠습니다. 감사합니다. 이쪽 대체다테그레타 정찬성 오요비 팀원이 저도 아리가또고사 아리가타이테 이유고도 하나시다이토 모이마스시 사쿠라이 대표니 저도 히토고토 히토 챔피언とか 슈토 챔피언とか 호카노 챔피언이 야라세테그레사이 오네가시마스. 아리가또고사이마스타. さあ多団体進出に向けてありがとうございました。ライト級タイトル防衛戦はい、そうなんです。ただグラシエーター代表して、ただですね、はい、日本人ライト級少ないんですよね。本当に本当にどんどん選手がバンタム以下にこう流れていってる感じがあるので、はい、まあ、日本のライト級で、まあ、少ない選手たちですけれども、頑張らないといけないなっていうのは思いますね。こういう試合見た後トライブ闘牛教 MMA からもぜひ。そうですね、うちにもちょっと AB が有事という強い選手がいるので、はい、若手がいるので、はい、まあ、こう視界を広げて、ね、楽しみにしています。取り組まないといけない、はい、いや第3代グラジエーターライト級王者キーウォンビン初防衛に成功です。2ラウンドフィニッシュでした。